この経験があるからこういう強みがあるみたいな、強みの抽象化というか、そこが強みは多分見つかりません。俺って何が強みなんだろうかって考え出すと闇にこう進んでいくのでこれ結構いいんじゃないですかね。ちなみに節政くんに事前に学生時代に頑張ったことを年表でいただいたんですけども、いろんな面白そうなエピソードがあるなっていうのは思うんですが、やってきた経験としては結構、あるのかなと思って、それをじゃあ具体的に、いやなんかこの経験があるからこういう強みがあるみたいな、強みの抽象化というか、そういうのは全然できてないなっていうのをちょっと最近感じていたので、ちょそういうのもなんかいろいろ聞けたらなって思ってます。その前にちょっと節政くんのこの経験の中で特に、あ、これ怖かったなとか失敗したなっていうのってありますか？個人的に気になったのは、不動産会社に営業の電話をしたら言葉遣いが気に食わなかったようですごく怒られたっていうのはどんな感じだったんですか？不動産の会社に向けたサービスのテレアポだったんですね。それで電話した時に、午後の時に使う言葉遣いを言ってしまったら怒られてしまって、こんな言葉ある、グッドアフタヌーンその言葉遣いじゃねえだろうみたいに言われて、そこから学んだこととかってありますか？働いてるところをまず知るっていうところなのかなと思ってて、不動産でしたりとか飲食業界っていうのはもうすごく忙しかったりとかすると思うので、まず長々と話さないみたいな臨機応変な対応は必要なのかなっていうのはちょっと思ったりは しました。これ一番続いたやつって何なんですか？2020年の1月からやっているこの長期インターンです。1年半ぐらいですね。1年半、はい、行ったのが SNS のアカウントをゼロから作って集客したっていうエピソードです。ちょっと皆さんからちょっとお話をお伺いしたいなと思ってて、ちょっと池上さんからいただいてもいいですか？誰かにめっちゃ感謝された経験ありますかとか、はい、他人から褒められたとか、ちっちゃくてもいいんで、こういう結果残せたぞっていう、その3点ぐらいで強みの発見になりそうなものがあったらちょっと教えてほしいかな。ちっちゃな実績といたしますが、先ほど言ったその SNS のアカウントを、ゼロから作ってフォロワー数を500とか600フォロワーまで増やして、その結果あと集客の告知をして3人ぐらいの人は集められたっていうところは、ちょっと自分の中の小さな実績なのかなというふうには思ってます。なぜそれができたでしょうか？フォロワーを増やすための知識を増やさなきゃいけないなと思ったので、自分で本などを買って勉強したっていうのが1点と、あともう一つはただツイートをするだけではなくて、そのいいねを押したりとか自分から積極的に絡むっていうこのことが大切だっていうのを学んだので、そこから毎日こう学生さんには100いいねを押しに行ったりとか、ツイートには反応してあげたりとかっていうのをして、フォロワーをどんどん増やしていったっていうのが、その課題を乗り越えるためにやってきたと思います。これ結構いいんじゃないですかね。自分で目標に向けて知識を吸収して、でそれをさらに活用してっていう、で結果が出て、なんかその一連の動きが、フォロワー500増やすぐらいのレベルではできてるっていうのは、なんか一つの強みなんじゃないかなと思いますけどね。どうですか、佐藤さん。これやりたくないですもん、いいですもん。普通に、はい、けどやりきれるわけじゃないですか、はい、しかもその自分で目標立ててね、やってるっていうのはすごく評価される可能性はあるが、それが実績になってるかっていうのは多分また別の話で、はい、他の人もやってる可能性があって、はい、フォロワーを1万人にしましたっていうのを言われたら、あ、確かにそうですってなっちゃう可能性はあるんで、はい、そういうことも考えながら多分喋らないといけないっていうのはあって、本質的な話でいくと、さっき1年半ぐらいやってるっていう話あったじゃないですか、そこから強みは多分見つかりません。なんでかというと、早い人だったら社会人になって2年ぐらいでやっと自分の強みをなんとなくここかなって思い始める。で、大体3、4年目ぐらいで明確になってないと焦り始めるっていう感じなんですよ。だけど、就活生は強みどうすんねんって話になるんで、とはいえの話をすると、さっきの話って、いろんな経験があって、そこから強みを抽出して、自分の強みを言語化しようっていう方法だと思うんですね。逆の方法もあるなと思っていて、言葉があって、そこから経験を探りに行くっていうパターンがあると思うんですよ。結構、就活生面白いのが、自己分析ツールとかってあるじゃないですか。あれを使い間違ってるなっていうのをすごく思っていて、例えばストレングスファインダーとかって自分の強みっていうのが出るんですね。でその言葉だけをみんなチョイスするんですけど、そうじゃなくて文章を読んでほしくて、文章を読んで自分が納得するポイントに線引いて、それを過去の経験から紐付けて喋れるようにした方が就活生としてはいいんじゃないかなと思ってます。どうですか、岡本さん。強みって2つの切り口あるなと思って、就活用の切り口と実際の本当の切り口それからごっちゃになっちゃってるのかなと思うんで、就活用の強みを考えるときに
これって何が強みなんだろうかって考え出すと闇にこう進んでいくのでやめた方がよくて、はい、それを考える時だったら自分が今まで一番成果出したことから逆算していくのがいいかなと思います。こういう成果が出せてるってことは自分はこんな人なのかなっていうふうにするとエピソードと一致する強みが出てきて説得力が増すんでいいんじゃないかなと思うのがまず手段の方法で就活よってところなんですけれども、ツイッターを0から500人にしましたっていうエピソードで戦ってもいいんですけれども、はい、そこではまだ自信が持ててないから強みが見つかってないというふうに感じたりしちゃうっていうのがあると思うんで、はい、今からでも積み始めるのは私はありかなと思います。その時に何を選ぶかっていうのがすごい重要だと思うんですけども、哲磨さんの強みを生かすのであれば営業系の方がいいかなって思います。キャラクターで愛される部分を生かしながらこう経験を積んでって成果につなげていくような方が積む経験としてはフィットしてるんじゃないかなとかって思ったので、はい、営業の経験とかを今から積み重ねて学んで数字を出す経験っていうのをバチッと時間を投資して経験積むとパワーした状態になるんじゃないかなとかは思いました。でそれが強みになってるみたいな。そう言われてみると確かに営業もちょっとあれなのかなっても思ったりしたんですけど、自分がなんか思っているよりも他の方が適性あったりするのかなって今ちょっと聞いてて思ってたんで、もうちょっと幅広くやっぱ見ていかないといけないのかなってちょっと思いました。さっき本質的な強みって小川さんおっしゃると思うんですが、はい、愛嬌の話だと思うんですね、うん、人に好かれるので、実は研究データで出てて愛嬌って肯定的に一番身につかないスキルって言われてます、これは僕才能だと思っていてみたいな感じの営業する人っているんですよね。だからそういうのは多分自分の中では持っておきつつ、就活生ではこういう強みを発表するみたいな感じで、やっぱり画面を切り替える形でやるのは本当におっしゃる通りだなって思いますね。じゃあ最後に節間作に今日学んだことを一言でスケッチブックに書いていただこうと思います。今日学んだことは、はい、視野を広げるです。自分の中でこうマーケティングっていうのになってしまっていたので、もう少しその環境を知るとか強みを自分でもう一個作るために目標を設定したりとかっていう話を今日いただいたので、自分の視野を広げていきながら就職活動を頑張っていきたいと思います。じゃあ最後に皆さんから応援メッセージを一言ずついただいて今回終わろうかなと思います。じゃあ岡本さんからお願いします。はい、節間さんキャラクターは本当に素晴らしい愛嬌のあるキャラクターなので、その良さがこう生かされるような環境に行けばどんどん活躍していけるようになるんじゃないかなと思って、ぜひ就活も頑張っていただければと思います。はい、ありがとうございます。就活にとらわれすぎないように自分の自由に就活をしてほしいなと思いますね。自分がどういう人生を歩みたいのかみたいなところがやっぱり本質的な問いだと思うので、そこにちゃんと向き合えるように余裕を持ちながら就活進めていってほしいなと思います。まあ、とはいえパツパツだと思うんですけど、はい、頑張ってください。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。まあ、皆さんも言ってたけど、こういう場に来ていろんなアドバイスもらえてるっていうこと自体が行動力あるっていうことだし、まあ、今までもそういったことをしてきた財産を持ってるっていうことだと思うので、はい、まあ、自信持ってこれからの就活頑張ってください。ありがとうございました。僕らが節政くんと会った半年前から節政くんの喋り方とか立ち振る舞いとか外見とかもすごい変わっているので、半年後とかどういう感じで着地するのかすごい僕らも楽しみなので、応援し続けさせていただけたらなと思ってます、はい、本日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。就活会議との自己分析ツール第2弾をリリースしました。約3分間で自分の性格、向いている職種、選考対策が分かります。下の概要欄からぜひチェックしてみてください。旬ダイアリーではキャリアの選択肢を増やし踏み出す一歩を応援するようなコンテンツを出していきます。よかったらチャンネル登録をお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。